Take you up in boom, 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 shoo, boom, boom. Tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. ジャイアンツの付録のショルダーバッグを開封してレビューしていけたらなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それではやっていきましょう。まず開けていきたいと思います。言い忘れてしまっていましたが、こちらは宝島社さんのモノマックスという雑誌でございます。でそれの付録が今回このジャイアンツのショルダーバッグになっています。こちらの値段は税込みで1181円とお買い得な商品なので、ジャイアンツファンの方はぜひ買ってみてください。開けていきたいと思います。バッグのサイズは A5 サイズで、2つ収納できるところがあります。小さい方はスマホを入れるのにちょうどいいと思います。大きい方には透明で見づらいですが、チケットを入れることができるようになっています。小さくもなく大きくもないので便利なサイズです。この表紙のように野球観戦で球場を回る際に便利ですね。財布とハンカチと携帯、そしてガチャガチャが入るサイズとなっています。紐の部分にはオレンジでジャイアンツと書いてあって、長さ調節も可能です。すっぽさもなく普通の生地をしています。オレンジ色で日本ラインが引いてあっておしゃれですね。ぜひ買ってね。メルカリでライオンハヤトパペットを購入したので開封していきます。丁寧に梱包されてて良かったです。かわいい。マジでかわいい。わお。かわいい。ちゃんとタグもついてます。定価の値段が2916円で、私は2000円で購入しました。パペットもしかしたら知らない方もいるかもしれないので説明しますと、ここに手が入るようになっていて、こうやってかわいい。ただこういうことをするだけのものです。ずっとこれが欲しかったんですけど、もう発売してないので、今は期間限定でサムライジャパンの方も売っていますが、ウーマルバージョンが欲しい場合はメルカリにてたくさん売ってますので、ぜひ購入してみてください。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録と高評価をお願いします。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。